どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、いきなりですけれども、皆さんは旅をしたことはありますか？僕は、だいぶ昔ですけどあります。というか、旅の定義って何なのかっていうことになってくるんですけど、僕はないと思ってるんですよ。その人自身が旅だと思えば旅だし、周りの人がいや旅だと言えば旅かなと思うので、例えば隣町まで自転車で行って、朝からね行って、その晩には帰ってくるのも一つの旅だし、飛行機の予約を取って、観光スポット調査して、ホテルの予約も取って、一泊二日でも二泊三日でもいいですけれども、まあちょっとね、県外に行ってとか、まあ、海外でもいいですけど、それも旅だし、片や、自転車で世界一周とかしても旅だし、まあそれぞれの、旅の形っていうのは、あっていいのかなと思います。で、まあ、僕はその旅をしてた時がもうだいぶ前、15年以上前ですかね、22から、27の間はほとんど旅をしてました。で、僕の場合は日本なんですけど、その旅の中で、その葛藤じゃないですけど、よく、聞かれたんですよね、その知らない人に。まあ、旅をしてる人ですかとか、旅人ですかとかって声かけられたりはよくしてたんですよ。それで結構ね、いや、旅人ってなんか、かっこいい言葉じゃないですか。だから僕の中では、あ、そうです、旅人ですとか、なんか胸張って言えなかった。まあ言ってたんですけど、めんどくさかったから結局はいや、なんかその葛藤を喋ったところでめんどくさいじゃないですか、相手からしたら。だから僕の中では仕事を辞めて、ただただ無職の、社会貢献もしていないクソ野郎っていうのがあったから、なんかそんなかっこいい旅人っていうのを自分がそこに当てはめるのがかゆくて、ちょっと嫌だなとは思ってたんですけどね。でもまあ、めんどくさいから旅人ですって言ってたんですけど、まあその葛藤を書いた、歌、まあその時ね、25ぐらいの時に書いたんですけど、旅人の歌っていう曲をまあ作って、まあそれ過去に歌ってるんでね、URL 貼っときますわ。よかったら聴いてください。はい。そういうのもあってね、旅人とはなんだみたいな、ずっと考えてました。で、まあ、全国を回ったって感じですね。まあ日本の中で。で、これも全国って、じゃあどっからどこまでみたいな感じになってくるんですよ。もうそれも自由でいいかなと思うんですよね。だから日本一周しましたとか、まあそのプレートを掲げて自転車で旅する人もいたと思うんですけど、まあいたと思うっていうか結構いたんですけど、見かけたし、あ、日本一周なんだって、その日本一周という言葉で一括りしたところで、ぐるっと本当に海岸線沿いを回って日本一周なのか、それとも、まあ縦断なのかとかね、まあ、僕は全部の都道府県は行っときたかったんで、僕みたいに全都道府県を行ってこそ日本一周というのかとかね、それか日本の端から端まで、東西南北のね、そこを全部行ったら日本一周と言っていいのかとか、まあそういうのいろいろあるんですけど、まあそんなのはもうどうでもよくて本人がそういうふうに言ってんだから、それでいいんじゃないかなって思うんですよ。旅の手段ですね。で、僕の場合はヒッチハイクが、主にヒッチハイクでした。必ずしもヒッチハイクでこだわってたわけではないです。ただただお金使いたくなかったから、ヒッチハイクどうかなと思ってやって、結局それの方がいいなと思って慣れてきて、それをずっと続けてたってだけなんで、ヒッチハイクにこだわってたわけではないんですよ。だから最初の方は本当バスとかも使ったし、それこそ電車移動もちょこっとしたし、で慣れてからも都市部
うん、まあ、東京はもちろんだけども要は大きい町、北海道でいうと札幌とか、その都市部の移動とかってヒッチハイクはかなり難しいというか非効率的なんですよね。だから全然地下鉄とか使ったしだからその郊外から移動するんだったらヒッチハイクの方が楽っていうのもあってね。まあそのヒッチハイクで旅をする人のことをまあヒッチハイカーって言うんですけど、僕はヒッチハイカーに一応当てはまってましたね。うん。で、旅人って本当に種類があって、さっき言った自転車、自転車で旅してる人を、まあ、チャリダー、バイクで旅してる人をバイカーとかね。で、まあバイクの中でもね、カブとかで旅してる人をカブダーっていうのかな。うん、とりあえず伸ばせばいいんじゃないかっていう。で、あと、もう一切そういうのは使わない歩きのみの人もいたんですよ。うん、徒歩だで車の人もいましたね。車の人なんて言うんだろうね、車の旅人。もう車はカーだからね。うん、わかんないんで分かってる人コメントください。だからまあいろいろ、まあそれこそ電車で移動をするっていう人もいるし、うん、まあ、バスだけっていう人は出会わなかったな、さすがに。まあ、電車だと青春18切符っていうんですか、うん、それも旅で知ったんですけど、そこを買って期間内使い放題みたいなのが確かあるみたいなんですよね。まあ、それでこう移動していろんな街に行ってる人もいたし、まあ、様々で。でね、僕の、まあ、今でこそもう知り合いというか友達になったんですけど、一番すげえなと思ったのは幸運機幸運カーで日本を縦断した人がいます。僕より若い人。あれはちょっとビビったねマジかと思いましたね。幸運機って何キロだろう、あれ何キロ出んだ、20キロぐらい最大、そんなに出ないかな。それでブブブブブーっと道路、あれ一般道走って OK なんで、まあえらい迷惑だったと思いますけどね。それにリアカーをくっつけて、まあそれこそ自分の荷物入れて寝るときはその中で寝てたんかな、うん、あれは、あ、俺はできないと思ったまあ僕チャリも無理だなって思ってるんですよ。めっちゃ疲れるじゃないですか。だからチャリダーの人はもうド M って旅人の中ではこう言われていて僕の中の旅人の中でだけかもしれないけど、うん、あんな疲れてハーハー言いながら坂道とかね、あんなもんやりたいとも思わないねだからもう僕は本当できるだけこう楽をしながら移動したい、そしてお金も使いたくないっていうので一番効率いいのはヒッチハイクだろうっていう、うん、でもそのチャリとかもバイクとかで旅をしてる人からしたらヒッチハイクはすごいと、まず勇気がないっていう、でいろんな人に出会うからそこがちょっときついみたいなことは言ってましたけどね。いやそんなの、まあ、最初はちょっとドキドキしたけど慣れたら全然、むしろ面白い、いろんな人に出会えるから、まあ、怖い目にも、まあ、あったっちゃあったけどね、そこまでなんだろう命の危険、うん、まあ、ちょっとあったけど、そこまで、まあ、日本だからね、そこまでひどいのはなかったですけどね。うん。だから、まあ、別におすすめはしないけど、ヒッチハイクは楽ですよっていうことは言いたい。これから旅をしたい人。まあ、でも、今ね、もうコロナになっちゃって、世の中がね、一番やりにくいんじゃないかな、ヒッチハイク。車止まってくれないんじゃないかなって、思いますけどね。うん。まあ、僕の、まあ、妻も一応旅人なんですよね。カブダーですね。カブで日本を回って、まあ、外国はカブじゃないけど、外国も回ってた人なんですけど、まあだからそれこそ本当、今でこそこう友達みたいな感じになってますけど、いろんな旅人と、つながっていて、で、不思議なのが、その、種類がバラバラで、まあバイクの人が、まあ、圧倒的に多いんだけど、バイク、カブ。うん、で、ちょっと自転車がいて、で、なぜかヒッチハイクの僕もいてっていう感じで、そこに僕がいることがちょっと不思議なんですけどね。うん
まあ、この出会いっていうのはね、まあ、偶然なのか必然なのかっていう感じで、で僕もこう仲間に入れてもらってますけど、うん、なんかバイクで旅してる人とは合わないだろうなってなんか勝手に思い込んでたんですよね。バイク全く興味ないし知らないし、バイクの話とかできないしまあでもあのなんだろうな、気が合う人同士っていうのはそういうところじゃなくてもっと違うところで向き合えるっていうのはあの感じましたね。今も感じてますね、うん、で僕旅して一番最初に会った旅人がヒッチハイクかな、ヒッチハイカーですね。それも鹿児島の船の上で会ったんですよ。まあ、多分旅人だろうなって、こうなんか旅してたら分かるんですよ、雰囲気とかあの肌の色とかでめっちゃ焼けてるしまあ荷物とかめっちゃ多いしとかそういうので分かるんですけど、それで話しかけて、まあ、同じヒッチハイクだった。しかもびっくりしたのが同じ北海道出身だったっていうのがね、うん、僕が初めて仲良くなった旅人で、やっぱりこう最初旅する時って分からないから、僕は全然そういう調べたりはもちろんしなかったので、どんぐらいいんだろうなと、自分みたいなことしてる人下手したら本当にすごく少ないんじゃないかなとかも思ってたんですけど、いざ旅してみるとめっちゃ多かったっていうね、うん、全然井の中の蛙もういっぱいいますね。でやっぱ最初は知らなかったから出会うと嬉しいんですよ、うん、自分と同じ立場みたいな人と出会えるとポン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 すごいいっぱい話がしたい、うん、盛り上がる。それはヒッチハイクはもちろんだけども、違う、ね、自転車で旅した人とあの道の駅で一泊したこともあるし、車で旅した人とたまたまルートが同じだからって一緒にね、途中まで行ったこともあるし、はたまたあの旅を一旦終えて家を持った人の家に居候したこともあるし、なかなかともうそれはもう今でこそもう良き思い出ですけど、だからまあ旅をしてよかったなと思うわけで、うん、でまあそれぞれね、あの旅をする目的とかまああると思うんですよね、うん、まあ大半はやっぱりここに行ってみたいっていう、まあ観光じゃないけどもその観光地みたいな、まあ、観光地にもなってないようなこうところもあったりするんですけど、まあ、そこどんな感じなのか見てみたいとかね、この景色見てみたいとか、そういう理由がやっぱ一番多いのかな。まあ、バイクの人はこうね、いろんな道を走ってみたいとか、まあありますけども、まあ、僕の場合はまたちょっとあの違って、まあ、歌を歌ってたので、いろんな場所で歌を歌うっていう、うん、自分自身の試練的な感じだったんですよね。あのギター始めたのが22なので遅かったので、学生時代一切やってないんでね、なんか今からその学生みたいな感じで修行をしても遅いと思ったんですよ。だからもうちゃんとしたライブとかをもう出る前にとりあえず全国で路上やろうみたいなむっちゃ下手なのにだからギター買って1年ぐらいちょっと家で練習して弾けるようになって、でオリジナル曲を、まあ、その時目標作ったんですよね。100曲作るって、100曲以上作ったら旅に出ていいみたいなルールを勝手に作って、まあ作り終え、でそのまま旅に出て、全都道府県で、路上をやると。しかも最低3日、うん、短くても3日はやるっていう目標で、だからまあね、例えば新しい青森県に例えば行ったとして、青森で1時間ばかし路上をやったからクリアとかじゃなくて、そうやったらなんか速攻終わりそうだったから、まあ最初はね、あの金額ノルマを考えてやってたんだけど、あの1件2万稼がないとその件はクリアじゃないみたいなやってたけど、途中でやめましたね。あのできるんだけど、時間かければ絶対できるのはなんか目に見えてたんだけど、お金のことを考えて旅するっていうのがすごく嫌になって、だから残り千何歩とかなったらもうそれを早くクリアしたくなるんですよ。なんかそれって違うなと思ってあ、もうお金
に向いちゃうんですよ、頭が。それで人を集めたりとか、人にこう、まあ、別にお金ちょうだいとか別にね言わなかったけど、そういうノルマを課せてるってことを言ったりとかしたら、同情がもう明らかっていうのがあって、これは違うわと思って、もうお金はもうその人が気持ちよく払ってくれるっていう雰囲気っていうか、そこが大事だなと思ってやめましたね。その代わり3日歌うっていうので、うん、長くてもいいんですけどね、長いとこだったらもう全然半年とかいたし京都沖縄とかすごく長くいましたけど、まあ、それで、やったって感じですね、まあ、ということで何だろうな、まあ、旅をすることはいいことだってすごく簡単に言えますけど、まあ、何が起こるか分かりません、はっきり言って。事故に遭った方もいるし、だから進めるけども絶対いいもんだっては言い切れない。自分が大人になる手段と しての、まあ、選択肢の一つとしてこういうのもあるよっていうのは伝えたいですね、うん、就職して、仕事をしっかりこなして、大人になっていくっていうのも一つの手段だし、それもいいことだし、もしかしたらその人には合わないこともあるだろうし、だからまあ旅っていうのはまた別な角度でこう自分を見つめ直せるし、いろんなことを考えさせられるし、今まで自分がこう常識に思ってきたいろんなレールが実は非常識に思えることもあるし、さらにレールが増えることもあるしっていうので、旅っていうのはいいかなって僕は思うので、まあ、これを聞いてね、まあ、そういう生き方もあるんだなと、自分もいつかやってみようかなとか思ってくれたらいいかなと思います。嬉しいです、はい、あと年は関係ない、もう年寄りだからどうとかっていうのは弱さ、言い訳かなって思います、うん、年だったらそれなりのやり方が絶対あるから、それはもっともっと自分で考えればいろいろ見えてくると思います。ということで今回はそう旅話をしてみました。また続けます、旅話。結構その僕の旅の具体的なお話をポンポン続けていこうかなって思ってます。以前虹色映像でも喋ってはいるんですけれども、いくつかまずアカウントが消えたってことと、古い虹色映像は今見れないんですね。309回目から始まってるんで、このアカウント。それ今までの約300回分が全てなくなってるんで。その時に喋ってるんですけど、また改めて虹色音声の方で、まあ、詳しく喋れたらなと思ってますんで、よかったら聞いてください。ということで、長々おしゃべりしましたけれども、虹色音声この辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。さようなら。